そう、社長はね、屋号さん不合格だったんですよマジって思っちゃいましたけど、なんか年末ぐらいに英語版が出るみたいな感じで書いてありましたよね。結構難しいとね、噂のホロライブ検定、実は私も受けてみました。私の結果こちらです。ドン86点ということで、まあいいんじゃないでしょうか社長よりはだいぶ高くてね、ちょっと社長より知識を持ってしまったっていう感じで86点だったんで合格、よかった。はい、ちょっとそれでね、のどかちゃん超えたら困るんでね、ちょっとのどかちゃん、のどかちゃん私この点数だからわかるよねまあそんなにね、どうなんでしょうね。でもすごい良かった、安心しました